はい、久保哲郎から学んだことなんてね、大層なタイトルつけていただいて本当に恐縮でございます。最近ね、こういうことがありました。最近というよりも昨日から今日にかけてなんですけども、ある人がですね、まあ、速稼塾から離脱したんですよ。その時にきちんとね、私に、まあ、いろんなね、苦言と言いますか、罵詈雑言と言いますか、結構ね、きついことを言ってくださいました。1年ちょっと前だと思うんですけどね、1年ぐらい前かな、1年ちょっと前だと思いますね。で、まあ久保さんの考えていることをずっとそうだなそうだなと思って、まあ信じてましたと。で、非常に学んでこれたと。でもある時ね、久保さんが言ったことがそうじゃないことがあったと、うん、で一気に自分の熱は冷めて、この人についていったら結局はこういうふうに騙される目に遭うんだなと思って、今からは久保さんの動画をもう見ないと思いますとか言ってね、で最後に、本当に出会ったこと、出会った時っていうのは本当に感動したんだけども、今はあの感動すらも、なんかもったいなかったっていうかね、そんなこと言ってましたね。それ1年前のメールなんですよ、あんな感動して損したみたいなこと言ってましたね。それでね、私は返信として、その時はもうちょっと内容を細かく忘れたんですけども、失望させて申し訳なかったですねっていうこととかね、私のまだねできてないところとかもあります。最終的にその何々さんが判断して右に行くか左に行くかってことは決められる、その実勢はあったと思うんで、私も素直にその時考えてることをお話していました。もちろんその時に考えたことでも数ヶ月経ったらあれ違ったかなと思って、私が考えを変えることはありますと。間違いに気づいたらそれは修正することがあります。そして今日一つあなたからこういうメールをいただいて、自分にも行き届かないところがあったなと。そしてしかもね、今回感謝したいのは、そっと消える方法もあったのに、きちんと私の何が気に入らないかってことを伝えてくれたんで、私はこれから1年がかりだかもしれないし10年がかりかもしれないけども、その言葉に応えるために新しい目標ができたんだっていう風なね、形で負け惜しみでも何でもなく、そういうメールを送って、またどこかでね、お会いしたいなということとかもね、きちんとお伝えしたりとか、いつか私を超える大物になってほしいなという風にね、お伝えして、まあその時はね、返信がないまま、そのメール送っても返信がないままお別れしたんですけども、これがね、昨日から今日にかけて、まあ塾生の何々ですっていう風な書き出しからね、以前は自分の力量がないばっかりに久保さんを恨むことばっかりを考えてしまってすみませんでしたと。自分がうまくいかないのは結局に自分のセンスがなかったと。久保さんの言葉も参考にしながら自分で決めないといけないのに、完全に久保さんが右って言ったら右、左って言ったら左でいいと思ってた。でもそうこうしているチームも、久保さんは失敗や成功を繰り返してこのコンテンツを送ってくれたんですねっていうことにね、気づいたらしくて、そういうこと書いてたんですよ。でプラス他のコミュニティに入ってみても、うまくいかなかったと。でぐるっと一回りしてきて、自分は一体誰についていくのが後悔がなかったのかなというふうに考えるために、いつも思うのは、どんな塾でもどんなコミュニティでも久保さんとばっかり比較したんだと。で久保さんを超えるところはなかなかないっていうのは本当に痛切に感じて、どこの講師がそれっぽいこと言っても、久保さんだったらこういうふうに切り返すだろうなとか、久保さんだったらこの理論は多分違うよっていうふうに言うだろうなとかね、思いながらずっとずっと久保さんに見られてるような気がしました。で結局ぐるっと一回りして、今日久保さんにこうやってメールを書いてますと、これからも動画を見せていただけますかって形でね、話してくださったんですよ。当然ですけど、私その方へのメール配信やめてないですから、ずっと動画見る権利があるし、ポータルサイト更新したのもずっとお知らせしてるんでね、情報量はずっと提供したままなんで、まあどうぞっていう形でお返ししたんですよ。その時に私がね、まあキーとしてどんな言葉を送ったかっていうと、これもカリキュラムですよっていうようなね、こう殺し文句がいつもあるんですよ。離脱して帰ってくる人にはこれもカリキュラムの一部ですよと。私のことを見て、そして他のものを見て、最終的に一番相対的に自分に合ってるものが何かってことが分かるのも、これもカリキュラムの一部なんで、いろんなものを見てきてどうでしたかっていうことでここに戻ってきましたよね。でもちろんこれからも私の元を離れることがあるかもしれませんけども、それもカリキュラムなんですよと。必ず私一人を見るんじゃなくて、たまにはね、そうじゃないもの、アンチテーゼを入れてほしいんだっていうことをね、お話ししました。でその方は入塾費用っていうのがちょっとね、払われてなかったんですよ。払われてなかったんで、今回もね、残金がまだお金の問題が解決できてないんで払いませんって言ってましたけどね、それは全然構いませんと。30年先まで
ローンは認めてるんで、あと29年あるじゃないですかみたいなね、そんなオチで、返しましたら、もうね、その方がちょっとこう最後ね、メール返信はもう涙でメールが読めませんでしたみたいなことね、一生懸命書いてくれて、まあ誤字脱字があったんですけど、そんな短い、文章でも誤字脱字があってね、なんか人間っぽいなというところがありましたね。まあそういうふうなことでね、私も今回学ばせていただいたのは、離脱する人にすらやっぱりね、カリキュラムがあるというふうに考えて、あっちこっちでいろんなものを見て、久保哲郎を離れて、速稼塾を離れて、世の中を泳いでいくのも、これはカリキュラムなんじゃないかなという気持ちを持ってるんですよね。そういう意味で言うと、私もね、吉田さんとお会いして、たくさんの経験をさせてもらったのも、だからスマホアプリ講座が未だに続いてる感じですよね。スマホアプリ講座の中で自分の塾を作って、自分のコンテンツを売って、そこでなんか人の役に立とうみたいなね、カリキュラムがあるのかなとかね、フォローアップライブみたいなのも私も毎日やってるようなもんですからね、こうやって Facebook ライブしてたら、やっぱり学ぶことは多かったかなと思います。本当にね、素晴らしい出会いだったかなというところなんで、山口ゆるくさんにもよろしくお伝えください。どこ行っちゃったんでしょうかね。で、以上です。